東映株式会社は、日本の映画の制作、配給、工業会社。2021年現在、直映の映画館2館、2つの撮影所を保有。テレビ朝日ホールディングスの大株主であると同時に、テレビ朝日ホールディングスが、東映の筆頭株主という株式持ち合いの関係にあり、互いに持ち分法適用関連会社である。劇場用映画の制作、配給、 工業や、洋画の買い付け、劇場配給、テレビ放送券販売、テレビドラマの制作、広報映画の制作や、教育映画の制作、販売などを行う総合映像企業。子会社を通じ、劇場用、テレビ用アニメーションなどの制作、テレビ CM など各種コマーシャルフィルムの制作、オリジナルビデオや、カラオケビデオの制作販売も行う。また、現像書や、 アフレコスタジオなども所有する。同業他社に比べて映像部門が多岐にわたる一方で、子会社を通じた事業多角化も古くから行い、かつてはプロ野球やボーリング、交通事業等を手掛け、現在もホテルやゴルフ場、不動産開発事業を行っている。日本で唯一、二つの撮影所を所有する映画会社で東京都練馬区に東映東京撮影所、 京都府京都市に東映京都撮影所がある。また、京都撮影所の一部をテーマパーク化した東映渦正映画村などの観光事業も行っている。東京、大泉の旧新興キネマ、東京撮影所を買収して歌詞スタジオ経営を始め、やがて映画制作に進出した大野泉映画と、1938年、東京横浜電鉄の工業主会社として、 東急東横線の沿線開発を目的に設立され東京の渋谷や横浜で映画館を経営していたが戦後大英より京都第二撮影所を沈着して映画制作に進出した東横映画双方で制作された作品配給のために1949年10月1日設立された東京映画配給株式会社が制作会社2社を吸収合併 1951年4月1日、社名を東映株式会社と改めて再出発した。東横映画を吸収したことからもわかるように、設立の背景には東京急行電鉄が大きく関与している。阪急電鉄創業者の小林十三が東宝を作ったように、後藤慶太は東映を作った。東横映画の社長だった。 黒川正造が町の小売菓子から資金を調達して映画制作を続け、黒川の後を継いだ者も赤字を増やし、設立当時の東映の負債は当時の金額で11億円に上った。当時の映画事業に融資をするような銀行はなく、岡田茂が広島市中の先輩だった鈴木剛住友銀行頭取を仲介して、後藤慶太は住友銀行に融資を頼み、 東急から融資することは、背任行為とみなされできず、後藤は、後藤家の株式や自宅も含む全資産を担保に、住友銀行から融資を受けた。後藤慶太は、男の大勝負の席に、息子の後藤昇を帯同させ教訓を与えた。鈴木は、登の顔を見ながら、投映がうまくいかなければ、この借金は、孫子の代まで残りますが、いいですね、と一言念を押した。 淡々と話を聞くだけで全く動じない、ケータの背中に登るは、身震いし、事業可能に、を見た思いだったと話している。東映のメインバンクの一つが、住友銀行になったのはこの時からで、この逸話をよく知る岡田茂が組合運動に、熱心な野田幸雄を辞めさせたかったが、野田は親族に、住友銀行の幹部がいて辞めさせられなかったという、逸話は、東映内では、有名だった。 東横映画には、牧野光夫と、根岸寛一を中心に、大陸から引き上げた満州映画協会 OB が、制作スタッフとして参加しており、そのまま東映に移行した彼らは、小畜、東方、大映に次ぐ、後発映画会社である、第四系統として誕生した会社を担うことになる。引き上げ物の救済は社ャにも掲げられ、彼らは、スタジオの裏に、板張りの家を建てて住み着き、 炊き出しをして、野宮や谷と共に新職を共にしたり、山陰線の脇に撮影所の廃材でバラックを作って、生活する者もいた。上記のように企業としては戦後派であるが、東西撮影所は撮影所は坂妻プロミカドキネ、新興大英第二という流れを引き継いでおり、徹底して大衆娯楽路線を重視する姿勢も、ミカドキネや、新興の寄付を受け継いでいる。岡田茂は、 東映設立から4、5年の頑張りが、今の東映の骨格を作り上げたと言っていいと述べている。1950年代に入ると、戦前から活躍する、時代劇スターの片岡千里、市川歌右衛門、月形龍之介、大友龍太郎らを擁し、さらに東映後楽番によって、若者に人気を得た、中村金之介、東千代之介がデビュー。1954年に、 小畜からミソラひばりを引き抜き大きな戦力になった。東映と小畜、東方大英、新東方日活六社による戦後の激しい競争の中、1952年初頭には年間50本を制作し毎週新作1本を配給を宣言し、制作から配給から工業の垂直統合とブロックブッキング制を最初に敷き撮影所システムと呼ばれる、 量産体制を確立した。1953年の、姫百合の塔は、廃収1億5000万円を上げる空前の大ヒットで、負債はあらかた完了し、発展時代に突入した。続いて1954年、これも他社に先駆け、新作日本立工業を開始。東映は設立と同時に、労働組合が組織され、全員社員になっていたが、 この時大量の臨時労働者が雇われ、無権利状態に置かれた。東映の労働闘争はここに橋を発す。その後、大川橋蔵や市川の息子、北王子金谷が子役で加わり、東映時代劇ブームを巻き起こして、1956年には小区を抜いて、配給収入でトップとなり、黄金時代を築いた。高岩岩市は1954年に、 東映に入社し、研修期間に、東映の直営館、第1号である、渋谷東映でもぎりをやらされたが、1日1万人も、お客が入り、座れない子供たちが、舞台の上まで鈴なり、後方でお父さん全部が子供を肩車で担いでいる、光景に感動したと話している。当時は、ジャリスクイの東映と言われたが、この時期、長編の添え物として制作された。 新諸国物語水推動時、里見八県伝、新諸国、物語くれない苦弱などの中編の冒険時代劇は、児童層から熱狂的に受け入れられ中村金之助や、東千代之助といったアイドルを生み、東映動画、東映漫画、祭りと合わせ、子供たちに、娯楽版で映画考えい,いを覚えさせ、未来の観客を作り育てた。時代劇ブームの波に乗り隣接地を買収に次ぐ。 買収で3万坪に拡大した。量産ぶりは凄まじく1959年に東西量撮影所で年間103本の映画を制作し、1960年170本。2日に1本のめちゃくちゃなペースで映画が量産され、1960年の大手6社の制作総本数522本のうち3分の1が東映映画が占めた。 専門館は1500館、契約館は全国2800館、年間配集は当時の金額で97億5000万円に上った。しかし、明朗な完全懲悪の東映時代劇は1960年代に入ると行き詰まり、末期にリアリズムの集団時代劇を生み出すものの終焉。映画不況が始まった1960年代に入ると、 時代劇は客が入らなくなり、コストダウンのため1963から64年にかけて、東映京都撮影所の大リストラを観光し、東映テレビプロダクション、東映動画へ大半の従業員が配店される。また、取締役俳優である片岡と市川は、取締役の地位は留任するもの専属契約が切られ、市川は映画から引退。 演出量が非常に高い渡辺邦を松田貞治、佐々木康氏などの時代劇の監督も東映を退社して行った。現代劇は1950年代半ばから1960年代前半にかけて中原み、高倉健、水木城,城、佐久間良子、梅宮達夫、千葉新一ら主演スターを東映ニューフェイスから排出。1957年には、 東映東京撮影所の隣に動画専用スタジオを建設し、前年に日動映画を合併して設立した東映動画を移転させた。1958年には、競合会社よりもいち早くテレビ映画の制作に着手。同年に大泉に東映テレビプロダクションと、その撮影所を設ける。観客動員、ナンバーワンとなった東映は1960年に、 第二東映を設立し、制作本数を倍増して、日本映画界の売り上げ50%のシェアを目指した。同年に、第二東映が新東宝を吸収合併し、時代劇を新東宝が、現代劇を第二東映が制作する新会社の新東映の設立が仮調印直前まで進むもとんざ。翌1961年に、第二東映は、 入党へと解消するが、うまくいかずに2年で解散した。重役だった片岡知恵蔵は大川に面と向かって、これは、あんたの責任じゃないですか。と攻め立てた。映画産業の社用化が、色濃くなった時代に無謀な計画は、大失敗し、会社労働者の分裂と合理化の攻撃を強化し、労使は激しく対立した。またもともと映画は、粒の素人だった大川から、 以降、映画制作の実験は、東映の東、日撮影所の所長が握る体制が生まれた。1963年、人生劇場美写格のヒットからは、時代劇に変わり、明治期から昭和初期を舞台に置き換え、完全懲悪の世界を描いた、時代劇の編集でもある、人狂映画を、東西両撮影所で量産し、鶴田浩二、高倉健、藤淳子、 和歌山富三郎らを主演に立流星を迎え、1960年代は映画工業では他社を圧倒した。1970年7月で直映館を含めた東映作品しか上映しない、専門館が全国で250から260館、東映外イニシアチブを取るアリバン専門館を合わせると340から350館。当時の地方の映画館の中には、 東映と小畜の映画を一緒に上映したり、劇場主が勝手にプログラムを決めるような小屋があり、これを実体のつかみにくいフラット館と呼んだが、この小屋も東映作品をかけるため、当時、東映のフィルムをかける映画館は全国で1100から1200館あった。第2東映は失敗したが、その時増えた専門館のシステムは残った。1973年の 仁義なき戦いシリーズで薬剤映画を実録者に切り替える。格闘映画では千葉慎一と志保美悦子の作品がブレイクし、千葉の格闘映画は海外でも大ヒットした。プログラムピクチャーとしての薬剤映画路線は1977年に終了した。正当的教養主義と戦うカウンターカルチャーが世界中で沸騰した1970年前後、 日本の娯楽映画の拠点は東映にあった。1975年に新たなジャンルであるパニック映画、新幹線大爆破を公開したが、日本ではヒットしなかったものの、海外では大ヒットした。同年のトラック野郎は新幹線大爆破よりヒットしたため、シリーズ化された。この間、1954年にはプロ野球の東急フライヤーズの運営を、 東京急行電鉄から受託し、東映フライヤーズとした。また、1959年開局の日本、教育テレビに、資本参加し、同局番組の有力な供給源となるなど、来たるべきテレビ時代に先手を打った。ところが、1964年9月30日には、資本面で東急から、分離独立する。この背景には、いやいやながら、 東映の社長に派遣され、多重債務を抱え自転車創業で、倒産寸前だった同社の再建を成功させた、大川博士と、東急本体を引き継ぎ東急グループの基本を、沿線開発に据えた、後藤昇との間に確執があったと言われている。また、石坂泰蔵が彼に、東急に女を売り物にする商売はいらないと言ったと言われている。 東映フライヤーズは引き続き共有の形を取った。ただし、2014年現在も東京急行電鉄は、第5位株主であり、また、関係会社ではある。1966年、日本教育テレビ持ち株の半数を、朝日新聞社以上とし、成績不振と黒い霧事件の余波で、観客数が伸び悩んでいた東映フライヤーズを、東急と共に1972年オフに、 帰宅ホームに売却。また1960年代後半の多角経営を支えたボーリング事業は1976年2月に完全撤退した。その一方で、ゴルフ場、シティホテル建設や不動産分場、撮影所予定地の複合施設開発など新規事業を開拓して事業の再構築を行った。1960年代半ばから、 映画の社用化が顕著になると、ヤクザ映画で観客動員を保つ一方で、岡田主ゲルは、テレビに取り込まれない客層を狙い実力ヤクザ者やエログロ者を量産した。岡田は、路線は少しずつ変わってもいいが、野生味を失ったら、東映という会社はダメになってしまうんだと述べていた。岡田の社長就任で、大手映画会社で、東映は、唯一、 実質オーナーのいない会社になり、結果的に岡田が長く居座ったが、役員の中に自分が直社長になれるかもしれないと、仕事のやる気も上がった。映画部門が社用となってからは、アニメ部門、テレビ事業部、ビデオ部、不動産部門などが映画制作を支えていく。1988年4月から1999年3月期決算で映画会社単独として、 初の年間売り上げ1000億円を達成した。映画不況と言われた1980年代は、東映、東宝、小畜の大手3社は、リスクの大きい映画制作に注力したわけではなく、ビデオや不動産を中心とした、多角経営戦略で、利益自体は上げていた。1990年代は、渋谷をはじめ、船橋、福岡、仙台、広島など、 全国の劇場再開発を手掛けた。1972年に東映映画を設立し、ヨーピンと呼ばれる欧米のポルノ映画を配給したのを手始めに、1975年のドラゴンへの道や1979年のドランクモンキーヨいけんなど、ブルース・リーやジャッキー・チェンといった香港映画を中心に配給。東映映画部では、その他にも1977年から、 宇宙戦艦ヤマトシリーズなどアニメ映画を配給して放画部門の不信を補ったほか劇場用映画以外にテレビ映画の制作にも積極的に取り組んだ時代劇が社用になったことから1975年に京都撮影所のオープンセットの維持を隠して一部を東映ウズマサ映画村とした多くの映像作家を生み出したピアフィルムフェスティバルは 1977年12月に東映東京撮影所で開催された第一回ピア展を起源としている。1978年正月公開の野牛一族の陰謀から従来の量産体制による日本建て工業に代わって大作映画一本立て長期工業路線が定着。それとともに子会社に東映セントラルフィルムを設立して同年に最も危険な遊戯を 第一作として公開。1988年に解散するまで、本社の対策路線を補完する、中小規模予算のプログラムピクチャーの制作会社として、あるいは外注したピンク映画の配給会社として、活動した。1970年代後半から、映画プロデューサーとして、角川春樹と提携し、悪魔が来たりて笛を吹く、白昼の四角魔界転賞を手始めに、 角川映画を数多く配給し始める。1980年代に入ると提携作品や小屋を貸すだけの買い取り、作品などが増え、純然たる投影作品、純然たる投影育ちのスタッフ、キャストが作る作品が減った。東宝は1943年の東宝葬儀の終結以来、ほぼ一貫して、左翼的な政治性を嫌い、エロチシズムを嫌い、暴力を嫌う。 健全娯楽路線を守ってきた。東映が暴力を鮮やかに映画的な魅力に結晶させた時期に、東宝はずっと作品的にも工業的にも東映の後人を廃していた。東映の路線に乱れが生じ、行き詰まった時東映は健全娯楽の東宝に抜かれることになる。1960年代から始めていた東映漫画、祭りは子供向け映画として、 定期工業をしていたが、1996年からは、凋落していった。洋画配給についても1987年の7複製をもって中止となった。1980年代は、角川映画やアニメのおかげで東方と互角の勝負をした。東映ビデオの売上を大幅増が効いて、東映の第64期決算は、映画会社で初めて総売上1000億円を記録し、 東映は映画会社で売り上げトップになった。1990年代に入るとアニメ映画とシリーズものが全盛期が過ぎたこと、公演通りの猫たちに代表される企画制作能力の機能不全、ヤクザ路線の行き詰まり、自社のブロックブッキングの強化が遅れ、東方と拮抗していた工業成績が引き離されていった。岡田茂がプロデューサー出身であることから、 自社制作にこだわってきた東映と差がついた。東宝は1968年から1972年まで制作配給で毎年7億円の赤字を出していたが、1970年代に配理制作機能を3つの別会社に分離し1972年に本社での映画制作を停止させ、互角を相互に連携させる制作体制に切り替えた。 1970年代後半から東方はリスクの高い制作への投資を削って劇場整備に力を注ぐ手法を取り映画業界では当時映画会社でなく不動産業者のやり方などと風当たりは強かったが自社制作にこだわってきた東映と差が開いていった東方は元来が制作から発足した映画会社でない強みもありまた他の映画会社と違い 阪急グループの中に位置し、金融もある程度、阪急の裏付けがあってやれるという強みがあった。東宝は、阪急グループの文化商品提供部門という、側面を持つ映画産業の不沈戦艦でもあった。岡田茂は1998年6月2日の日本経済新聞で20年経って振り返ると、東宝のやり方は正しかったのかもしれないと述べた。松竹に言わせれば、 うちは制作から出発してますけど、東方は工業からの出発ですから、会社の性格が違います。あの劇場網は羨ましいとなる。東映も1990年代に列島改造計画などと名付け、渋谷をはじめ全国の劇場再開発を手掛け、岡田は今後は映画工業にプラス賃貸収入で収益を図っていくと宣伝したが、 遺憾戦、一等地に先代が仕込んでくれて、原価消却を終えた大きな土地、建物を持つ東方や小畜は、それを利用して高層ビルを建てて、不動産賃貸料で大きな利益を出せるが、戦後の会社である東映は、大体地もままならぬほど、所有する土地が小さく、賃貸収入でも東方や小畜と大きく差をつけられた。東方が、 日比谷の映画街を再開発して1987年10月にオープンした日比谷シャンテは賃貸収入が年間30億円と言われ、当時東映は不動産の賃貸収入がほとんどなく、これに驚いた岡田シュゲルはシャンテに続け、と、東映本社を丸の内に置かなくてもいいだろうと、丸の内から明画谷本社を移転させて跡地に賃貸ビルを建て、 賃貸料を稼ごうと構想したが、実現はしなかった。1989年からは、オリジナルビデオ、東映 V シネマをリリースすることで映画の制作数を補うなど、スクリーン以外での映像展開を積極的に進めて、対応を図っている。2011年9月17日のアジョシから、国際営業部が、新レーベル、東映トルコリラングルで、約30年ぶりに、 日本国外映画の買い付けと配給を再開した。東映は、経理畑出身の大川博による徹底した予算主義と徹底作品中心による大衆路線を採用した。無駄なフィルムを使うと即座に始末書を書かされたと言われる。スターシステムと撮影書システムによって、特に時代劇前世紀には、序列化されたスターを頂点として、スタッフと俳優が派閥化されていた。 スターについても、男性スターが中心で、女優はいわゆるお姫様女優であった。岡田茂の造語である、不良性感度という言葉は、時代劇ブームが終焉した1960年代、半ばから、薬剤映画とアウトローによる、暴力路線、アクション映画、エログロなど犯罪、暴力をモチーフに量産され、投影イメージを決定づけた。しかし、 不良性感度を標榜した路線は女優の受け皿を狭めることとなり、関根稽子は東映に誘われても断っている。1970年代半ばからの実力路線以降から男性客がメインとなり、対照的に女性客は離れていく。この路線は1980年代後半の B ・バップハイスクールシリーズまで続いた。 俳優の専属制度も大手では最も維持された。千葉慎一、松方弘樹、梅宮達夫ら昭和10年代生まれ世代の俳優たちにまで元東映仲間というカラーが現在も強く残っている。これも1970年前後に自社制作も専属性も事実上白紙にしてしまった東宝や同じ頃から厚み清、花はじめ、ザドリフターズ、 石坂浩二ら舞台、テレビ出身の社外俳優に依存するようになっていた、松竹などと一線を画している。おしゃれなデートコースとしての映画館という風潮とは対極に位置することもあり、早々に自社制作を事実上中止した東宝とは対照的にテレビ、アニメを含め徹底した自社制作を貫いてきた。東映映画のオープニングといえば三つの岩に荒波が打ち付け、 三角形のロゴマークが飛び出すシーンである。三つの岩は、東映の前身である、東京映画配給、大野泉映画、東横映画の三社の統合と結束をイメージしている。社内での正式な呼び名は、荒い袖並である。撮影場所は、千葉県銚子市犬坊崎とされている。1955年公開の、チアリ富士で、初めてオープニングに登場し、 1957年公開の旗本退屈男謎のヘビ姫屋敷から毎回使われるようになった。現在使われているものは4代目になり、水中をイメージした CG 画面が現れた後、一転して荒波が岩にかかるお馴染みのシーンに変わる。また、4代目からは東映カンパニー、リミテッドと社名の英語表記も追加されている。 基本的なオープニング構成は半世紀以上変わっていないためバラエティ番組やアニメなどでパロディにされることもある。2> 第二投影やニュト東映のオープニングは活火山の噴火口をズームアップし三角形のロゴマークが飛び出すシーンで海と山を対局にしたものとなっている。基本的に同時代に公開された作品は すべて共通のオープニングの映像が用いられている。例えば、深作金止の家宅の人で作品内容に沿うように、木村大作が日本海で新たに撮影したオープニングを使おうとしたところ、岡田茂社長から会社の顔を変えるとは何事だと一括されて却下された。例外として、中島貞夫の日本69セックス領域地帯は、 当時スタンダードサイズのオープニングが紛失していたため、調子の灯台で取り直されている。1970年代のヤクザ映画前世紀には、莫大な工業収入を得ながらも、スタッフやキャストへの金払いが悪かったこと、強引なブッキングを強いたことなどから、東映の三角マークはギリカクハジカ角人情角の三角だと揶揄された。この言葉を誰が最初に言ったのかは不明だが、文献では、 週刊映画ニュース1972年12月2日号に東映三越劇場を提携公演の司会をした山城慎吾がこの言葉を発したという記事がある。映画と並び会社の中核とされるのがテレビ向け作品である。映画会社の中では東映がテレビに最も積極的であり、日本教育テレビの設立にあたっては資本参加をし、1958年5月に テレビ化を設けた。さらに1958年7月に東映テレビ、プロダクションを設立して、東京撮影所と京都撮影所で、テレビ映画の制作を開始した。1959年2月から、放送開始の風小僧が、その第一弾である。初期においては制作したテレビ映画は放送の3ヶ月後に、劇場向けの添え物として、再編集し、 東映特別娯楽版として配給も行う、再利用も行っていた。そして1961年にネットとテレビ映画制作の業務提携を結び、1969年には年に35シリーズ826本を制作した。株式会社、東映テレビプロダクションは放送したテレビ映画を劇場向けに配給するために1959年2月に、 東映テレビ映画株式会社と称号を変更し、さらに5月に第二東映株式会社となったため、1959年11月に新たにテレビ映画制作業務を行う法人として、かつての社名と同盟の株式会社、東映テレビプロダクションを設立した。1964年には、東映京都撮影所の敷地内に、東映京都テレビプロダクションが発足。 東西の東映テレビプロはネットが50%資本参加したために原則として筆頭株主であるネット専門の制作であった。東映本体も1960年代半ばまでは業界的にはネット系のプロダクションと見られていたとキャラクター作品担当のプロデューサーだった平山徹は後年雑誌宇宙船で解雇している。逆にネットの側は 基本的に外中は東映が独占するという取り決めがあった。ネット以外の他局には、1965年7月、東映東京撮影所内に新たに設けられた、東映東京製作所と、京都では、京都撮影所とは別機構として設けられた、東映京都製作所の両製作所が製作を請け負う、ことになった。京都製作所は後に、東映渦正映像と解消された。 東映京都テレビプロは時代劇や近代物京都が舞台の現代劇を東映渦正映像は別会社の制作した受けを東映東京製作所は主に特撮キャラクターもの等子供向けの作品を東映テレビプロは主に刑事ドラマ等大人向けの作品をそれぞれしのぎを削りながら量産を続けた劇場映画においても早くから時代劇を始め 警視庁物語シリーズ、少年探偵団シリーズなど、後テレビで主流になるような娯楽分野で、多くのノウハウを積んでいたことも大きな強みとなった。ライバルの東方のサラリーマンもの焼き劇、特撮物、小畜のホームドラマやメロドラマが、そのままテレビにスムーズに活用できているわけでない点と、比較しても、同社のテレビ展開の速度は群を抜いていた。テレビ参入当初から、 テレビ時代劇は1959年のネットの開局からレギュラー枠として制作が続けられて一時は大きな柱だったが時代劇の減少に伴い東映京都撮影所の本編スタッフが時代劇も手掛けるようになり1988年の名武行演山の金さんの第一シリーズが終了した時点で時代劇を主としてきた京都の東映京都テレビプロは解散 さらに2007年9月をもって、テレビ朝日の東映制作のレギュラー時代劇は消滅している。1964年から映画館で上映されていた、プログラム、東映漫画、祭りでは子供向けのアニメや特撮などのテレビ作品は、テレビからのエピソードがそのまま上映されていたが、1980年代頃からは、新作が増えて、テレビの再利用はなくなっていった。 ここでは実写番組のみを記載し、アニメ枠は除く。出展、遠隔、東映へ。2019年7月4日閲覧。チームで活動し、一人の業績にできない場合は、八津出サブロー。子会社のティジョイが、シネマコンプレックスを運営しているほか、直営で以下の2巻を営業している。ほか数社ほか数社ほか数社。ありがとうございます。